皆さん、こんにちは。2012年からこの淑徳大学との関係が盛り上がってきまして、今年で3回目こちらのサテライトキャンパスと、それから淑徳大学の千葉にある、それからみずほという埼玉に大きなキャンパスと、非常にゆったりした会場があるんですが、そちらにもお世話になりました。で、やはりここの方が集まっていた方にも便利な場所の方ですから、ここがすっかり、去年から定着してこちらで、東京ワンライフは2005年から始まった、運動体で、今の時代の大量生産、大量消費の時代の中から、社会全体が成熟社会に入ってきて、その中でですね、その大量生産されたものを大量消費する側の私たちという側面からですね、一人一人がそれぞれのライフスタイルをもっと充実させていこうと。ですから大量生産というその枠組みからですね、一人一人が自分の生き方、暮らし方、働き方、そういう、視点からですね、自分の生活、ライフスタイルを充実させる、あるいは組み立てていく、デザインをしていくと、そういう時代が2000年を契機に始まっているという位置づけから始まったのが東京アーバンライフです。でこれはおかげさまで今年がちょうど10年になります。で10年というのは、もともとから一応10年経ったらどういう成果を次のステップとして生かしていこうかということが、想定されておりまして、特に今年のこの10回目のハイライトはこの11月にこちらであるわけですが、その10年目の成果としては、かねてから多様なコミュニティが地域の経済、あるいは文化、あるいはその交流ということをおそらく支えていく時代が明らかに始まっていくだろうという位置づけです。ですから最初からそれぞれの地域に即した文化、あるいは歴史等々を踏まえて、どんなコミュニティが作られていくかということを想定しながら来たわけでして、今年を一つの区切りとして、運動体としての東京アーバンライフから各エリア、各地域に即したコミュニティ活動をもっと活発に、私どももお手伝いをしながらですね、行くということが目的です。で、そういう中でですね、今年は淑徳大学の方が、2枠ほどそのハイライトのですね、東京アーバンライフのここでの催しの前に、どうぞこのキャンバスの会場を使って、くださいというオファーがあって、今日とそれから前回4月にやった分がプログラム化されました。で、今日の話というのは私どもも続けてた中の一つに、江戸という切り口があります。 EDO とわざとその漢字も使わず、ひらがなも使わずローマ字で表現してるんですが、かつて江戸というのは100万都市、長い歴史の中でずっとではありませんが、約300年近い中で100万都市ですね。で、当時のヨーロッパの最大といわれる都市ロンドンにしても、あるいはパリにしてもですね、明らかにその半分ぐらいなんですね。そういうことで、歴史的なことですから、もっとしっかりした検証が必要かもしれませんが、江戸というものの位置づけが私たちから見ると、とてつもなくその都市機能というんでしょうかね、そういったことで充実している。で、都市の機能って一体何だろうかというと、そこに住んでる人たちの文化度、あるいは生活文化というものがクローズアップされてくるわけです。で、東京アーバンライフのその切り口の中に、
和の再発見、それからエコというキーワードが、まあ、3つのうちの2つがそれなので、そのあたりをテーマにしたワールドカフェをずっと続けてきました。で、今日はそのワールドカフェの延長上の一つという捉え方でですね、この地域に